中国、ロシア、北朝鮮の脅威が増中。日本のイージスシステム搭載艦の建造が決定したとの情報をキャッチしました。今回は、次期イージスシステム搭載艦の中身について、詳しく見ていきますね。200以上の目標を追尾し、迎撃できる能力は、世界でもトップでしょう。日本とアメリカで台湾を、中国の軍事力をどう低下させるか。近年、北朝鮮が盛んに日本海への弾道ミサイル発射試験を繰り返し実施していることや、中国が多数の中長距離弾道ミサイルを保有していることなどから、日本をそれらの弾道ミサイルから防衛するための防空システムの確立が急務となっていた2017年に、日本政府はアメリカが開発を進めているイージス艦の防空システムを陸上に展開するイージスアショア2機導入して配備することを決定した。イージス、アイジスとは、ギリシャ神話の中で、最高神であるセウスが、娘の軍神アテナに与えた、邪悪を払う盾、胸当てアイギス、エアジスのことで、弾道ミサイルから国土を防衛する盾となるべくして、このシステムの名称とされ、イージス弾道ミサイル防衛システム、アイジス、ボールイスティック、ミサイル、ディフェンス、システム、イージス BMD システムは、イージス艦に搭載されている弾道ミサイル防衛、ボールイスティック、ミサイル、ディフェンス、BMD システムで、フェーズドアレイレーダーと高度な情報処理、射撃式システムにより、200以上の目標を追尾することが可能とされ、10個以上の目標を同時に攻撃する能力を持っている。日本が導入を決定したイージスアショア、アイジス、アショレとは、イージス艦が持つイージス弾道ミサイル防衛システムを、コンポーネントとして陸上に設置するもので、世界で年々性能が向上されている弾道ミサイルが、大きな脅威となりつつある中、その脅威から、国土と国民を守るために開発された、防空システムである。日本政府は、2018年、7月30日に、山口県と秋田県に、イージスアショアを配備するとして、そのレーダーとして、AN、スパイ 7V-1 を2機購入する計画を承認し、2025年から、陸上自衛隊が運用を開始する予定としていた。しかし、弾道ミサイル迎撃に使用する、多弾式の地対空ミサイル、SM-3 の1段目となる補助推進装置、ブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、現状のソフトウェアを修正することが必要であることが判明し、そのために多額の経費が必要となることが明らかになり、さらに設置を予定していた2県の住民に対す防衛省課からの説明に不手際があるなど、トラブルが相次いだため、このままでは地元自治体の理解が得られないとして、2020年、6月15日に、当時の河野太郎防衛省が、イージスアショア導入計画の停止を発表したのだった。しかし、その後も、北朝鮮の弾道ミサイル発射は続き、尖閣諸島では、中国海峡局艦艇が、毎日のように、接続水域航行や領海侵犯を繰り返し、海上保安庁の巡視船との間で、小競り合いが続く中、台湾をめぐって、アメリカと中国が一触即発の状況が発生するなど、日本本土にいつミサイルが飛来したとしても不思議ではない状況が継続していたことから、イージスアショアの導入を諦めたとしても、ミサイル防衛を諦めるわけにはいかず、2020年12月18日に、日本政府は、現在、海上自衛隊が運用しているイージス艦よりも、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。2022年12月に公表された2023年度、令和5年度防衛予算案において、防衛省は
統合防空ミサイル防衛能力との項目の予算約9867億円を計上したが、その主要項目に、イージスシステム搭載艦2隻の建造のための整備費として約2208億円が含まれ、予算の中で大きなウェイトを占めている。この整備費には、初期段階として設計費やエンジン取得費などが計上されているのであるが、これまでの護衛艦建造の実績から見て、かなり大きな金額とされ、イージスシステム搭載艦に関して、様々な憶測が飛び交っているのである。しかしながら、初期段階の整備費として、これほどの金額が必要なイージスシステム搭載艦が、どんな艦艇であるかについては、まだ詳細が発表されていないのであるが、日本政府が、2022年12月16日に、敵が明らかに日本を攻撃する意思の下に、攻撃準備を進めていることが、判明した場合に、敵国にあるミサイル発射基地などを叩く、反撃能力、敵基地攻撃能力の保有を明記した。国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛三文書を閣議決定したことから、イージスシステム搭載艦に、日本に飛来してくる、弾道ミサイルを撃墜して防衛するだけでなく、日本政府が、保有を検討している反撃能力のための戦力として転用できる長射程の艦対地ミサイルも搭載する予定とされていて、そのために船体の大きさは現時点で海上自衛隊最大の護衛艦であるいずも型19950トンに匹敵する大きさとなるとみられ、自衛隊関係者からは令和の戦艦ヤマトなどと称する声も聞かれているという。その設計にあたって、弾道ミサイル、巡航ミサイル、超音速ミサイルなど、多様なミサイルの脅威に対し、常時持続的に対応するために、稼働率の向上、好天時でも影響を受けにくい対応性、長期間勤務に耐えうる、乗組員の居住環境などの改善のほか、アメリカミサイル防衛局が開発中の対極超音速滑空体、HGV 新型迎撃ミサイルへの対応なども含む将来に向けた拡張性などの要素を総合的に考慮され、既存の8隻のイージス艦と同等の各種戦能力、機動力を保持するとされている。防衛省の構想では、艦体は基準排水量2万2000トン、全長210メートル以下、幅40メートル以下とされ、規模としては、現行のイージス艦で最も新しいマヤ型護衛艦の約2倍となり、いずも型護衛艦と同等かそれ以上の海上自衛隊最大の護衛艦となる可能性があるという。これについて防衛省では、この艦の任務上長期間にわたって航海を続けることになるため、艦隊を大型化することで海上での揺れを低減し、乗員の疲労を軽減するとともに、精密攻撃が必要となる極超音速兵器への対処やレーザー兵器の搭載などの拡張性に有利な点があるとしている。しかし、海上自衛隊の中には、艦隊が大きくなることによって最高速度が低下する恐れがあり、他の護衛艦との連携や艦隊運用に問題発生する可能性があるとして、当初案より小型化して機動力を高める方向で検討が進んでいるとも言われている。日本の周囲の海域においてミサイル防衛を確実に実施するためには、警戒常駐海域として日本海に最低でも2カ所、東シナ海に1カ所、太平洋に1カ所の計4カ所設定する必要があるとされ、各海域においてイージスシステム搭載艦を任務、訓練、補給、整備のローテーションを回すとすると、それぞれの海域に3隻は必要となり、合計で12隻が必要となる。海上自衛隊では、
現在8隻のイージス艦を保有しているため、さらに2隻建造すれば対応できるとする意見があるが、現行のイージス艦は、護衛艦隊の防空を、その任務としているため、日本周辺海域の警備を担当させることはできず、今回計画の2隻に加えて、さらに10隻建造する必要があるのだ。最近の流れとして、防衛費増額の話があるにせよ、2万トンクラスの大型艦艇を、さらに10隻建造することは、国民全体に大きな負担をかけることになるのであるが、それでも、日本の周囲の敵性国家の現状を分析すれば、日本の国土を守るためには必要な戦力であることは明らかであろう。日本と直接何かことが起これば、弾道ミサイル攻撃を躊躇しないであろう北朝鮮はもちろんとして、ロシアは現在ウクライナに集中しているように見えるものの、極東には未だそれなりの戦力を残していて、万一日本が中国とことを構えるような事態が起これば、いつでも隙をつこうと多数の長射程巡航ミサイル、カリブルなどを日本に向けている。そして中国は針山のごとく多数の弾道ミサイルを保有し、さらに極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器をすでに配備しているとされ、これら極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、かつ複雑な軌道を取ることができる上に、マッハ5を超える超音速で目標に正確に突入してくるため、現在自衛隊が保有している迎撃ミサイルでは迎撃が難しいと言われており、発射前に阻止しなければならないのだ。これらの現状を踏まえれば、イージスシステム搭載艦には飛来してくるミサイルを迎撃する防空能力だけでなく、反撃能力を持たせることは必然と考えられるのである。